100系電車愛知環状鉄道100系電車は、かつて愛知環状鉄道に在籍した電車。1988年の同社鉄道線開業に再始導入された車両である。2003年以降は、越前鉄道に譲渡され、MC6001 系及び MC6101 型となっている。本項では、譲渡後の両形式についても記述する。開業前年の1987年に、日本車両製造で製造された、車体長19メートル、片開き3、扉セミクロスシートの車両である。車体と台車は、申請したが、伝送品には、国鉄101系の廃車発生品を流用していた。ワンマン運転に対応できるように運転台を搬出式にしたり、最前部の乗降扉を運転台直後としているが、愛環在籍時にはワンマン運転されることはなく、この構造が活かされるようになったのは、越前鉄道に譲渡後のことである。自動車内放送は8トラックテープ式であり、録音業者はネプチューンであった。冷房装置は近江鉄道220系電車と同様に直流 1500V の架線電源で直接駆動する方式のものを搭載した。このため補助電源装置は極馬と小容量のものとなっている。なお、2005年の愛知万博輸送時は100系、200系、300型を組み合わせた4両編成で運用されていた。乗降扉が片開き3扉で運行に不都合な面があったことや、前述の通り伝送品が国鉄101系の廃車発生品の流用のため、老朽化が進んでいたこともあり、愛・地球博の準備が始まった2002年より順次、投入された2000系に置き換えられ、2005年11月13日のさよなら運転をもって、愛知環状鉄道での運用を終了し、全車が廃車となった。23両全車が越前鉄道に無償譲渡されたが、2両編成の100系、200型は100型をベースに両運転台化改造されたので、車両として竣工したのは計14両となった。2001年の列車衝突事故を契機に保有路線の全廃を決めた京福電気鉄道福井支社について、2003年に永平寺線を除く各線は、第三セクター鉄道会社の越前鉄道が引き継いで運行を始めることが決定した。その際、保有していた車両の中に老朽化が進んでいたものが存在していたため、前述した愛知環状鉄道の廃車を譲り受けして、その代替とすることにした。これが MC6001 系、MC6101 系である。2003年8月25日に、MC6001 系2両が2004年から2006年に MC6101 系12両が岡崎市の名鉄重商工業前木工場からトレーラーにより福井口駅まで搬入され試運転の後に順次運行を開始した。23両全車を無償譲り受けしたが越前鉄道での需要予測では2両編成のままでは輸送力過多となるため100型をベースとし200系の運転台を移設する、両運転台化改造を施し、運転台を提供した200型は解体処分された。愛知環状鉄道は直流 1500V 電化であったが、越前鉄道は直流 600V 電化であるため、永久直列回路の都合上、個々の電動機にかかる電圧が小さくなりすぎて、それまで使用していた MT46 型電動機では、従来性能の半分も発揮できないことが明らかになった。そのため立項時には4個ある電動機のうち3個のみを使用するように回路を変更したが、それでも性能的に問題が大きかったため、後には東日本旅客鉄道から113系などで使用されている MT54 型電動機を購入し、2003年11月19日までに交換した。電動機1個あたりの出力は約2割向上したが、それでも並列制御を行う、京福時代の車両より加速性能の面で劣っている。その他、補助電源装置を電動発電機から静止系インバータに乗せ替え、エアコンユニットの交換やスカートスノープローの個別化、ホームと車両の接触対策として、車両の四隅を若干切り欠くなどの工事が施されたが、それ以外に愛知環状鉄道時代と外観上の大きな変化はない。室内ではワンマム運転用各種機器が設置され、MC6101 系6103以降は液晶ディスプレイ式、アドムーブの設置と座席のモールド変更などの動きがあった。その後2012年末までに全編成で左右のヘッドライトが白色 LED に交換された座席配置は愛知環状鉄道時代そのままのセミクロスシートである。越前鉄道の車両番号愛知環状鉄道の形式、車両番号の準京福電気鉄道からの引き継ぎ車両である MC1101 系、MC2201 系、MC5001 型も MT46 型種、電動機を搭載するが、これらの車両では直列制御に加えて並列制御を行うため問題とならなかった。越前鉄道 MC6001 系電車に関するカテゴリー、越前鉄道 MC6101 系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。